サラダ美味しいから、うん、この前さキャベツ買ったやん。で、食べたやんか半分で、その残りの半分入れたら全部こんな量になってびっくりした自分でも。で、なんかごぼうサラダを買ったんやん。ごぼうサラダな、これを絶対のせようと思ったらもう全部入れたん。ごぼうサラダは半分にしたんやけど、それでもこんな量になって、もうキャベツとレタスがこんだけある。で、トマト、トメート、でサウナ行ってきました。こんな感じ。さっきまでほんま顔がやばかったのに、もうこんな、もうむくみ取れた。ちょっと今日昼間ねシチュー2杯食べちゃったんですよ。なんとこりゃやべえと思って我慢したいんよ。お疲れ様やな。はい、まあ、とりあえず前の日はサラダ食べる。とかもうほんまにこれどんだけ食べれるかなとか言って、こうペロッと全部食べちゃったりするんやって。サラダ好きやから手合わせを、手合わせてください。いただきます。よいしょ、コメントありがとう。ちょっとはでか、こうやってやったらさでかすぎるから、でかすぎるからちょっと遠目で遠近法使うわ。今日のこの配信は今明日生誕祭をね、生誕祭迎えるんですけど、明日がその前日、今日したことを発表する、公開。前日って何をするんだみたいなあるじゃん。全公開する。うん、うまっ。まずじゃあ前の日の前日、前の日の夜ご飯はサラダ。
まあこれはなんでかっていうと、今日まあ作ってたシチューを2杯食べちゃったから昼に。で、2杯っていうのも、まあご飯は食べてないんだけど、朝なんかパンみたいなのをつけて食べたのシチューで、昼から夕方にかけて普通にシチューをちょっと器に入れて食べてた。そしたら案の定、まあ、昨日食べたものもあんまり良くなかったのかな。昨日何食べたっけ。昨日もシチュー食べたよね。それとやっぱね、むくむんですよ。で、あれやばいと思って、太ったかもと思って、だから帳尻合わせの夜はサラダ。まあだってさ、明日せっかく1年に1回の生誕祭でみんなが集まってくれるわけじゃん。うん、トマトうまだから、やっぱ可愛い姿で、いい姿で会いたいけん。写真だってね、いっぱい撮るじゃん。まあ明日は当日だからさ、食べないじゃん、ご飯を。終わるまでは、夜公演終わるまでは。うまっ。でも肌の調子が良くなってきてたんだけど、昨日ここにちょっとだけね、プツってね、ニキビができたの。プツってね、ちっちゃいやつなんだけど、ニキビができて。でもこれもし今日どうにかこれを退治しないと明日これはきっと大きくなるぞという予感を察して、さっき潰したお風呂で。で、私の場合はそのプツってなってる、その凹凸がある、凹凸があるサウナじゃない、凹凸があるニキビが嫌なんですよ。なぜならメイクで隠れないから、光が当たった時にボコってなるのが嫌なの。だからあえて中の子も出してしまって潰した。でニキビパッチを貼ってる今。ここにプツッと。でも今日私お昼にさ、生誕祭前日にすることとはみたいな感じでみんなにツイートしたのよ。そしていろんなさ意見があって、でも
誰も当ててる人がいなかった。うまっ、おいしい。美味しい、サラダ美味しい、大好き。だって美味しい。こんなに口の周りにドレッシングをつけながら食べている。みんな前日は座席がわかるみたいですね。どうでしたか、みんな座席は。おいしい。あとこれも飲む。まあ、あのビタミンも取りたいし、むくみも取りたい。わ、最前列だって。リオちゃん星になってる。徳田さん、エジリン、ジュンさん、リオ、ソソさん、石くん、青木じ、トクトさん、青木じいたけさん、ジータさん、キャマキャマ、おしめななみーさん、リオ、バンちゃん、ありがとうございます。こんばんは。アシュリーさん、久しぶりのエディオン。暗闇の防波堤が、暗闇の防波堤、横のやつやっけ、エディオンって。
あ、やばい、ちょっと待ってね。横の防波堤だ。やっぱそうだね。結構じゃあ立ち位置からリハーサル長いかも。明日行く気見つけてな。でも本当ね、エディオンはね横長だからね、結構その後ろでも見やすいと思う。お疲れ様ひな。よし、よし、遅れた。アメリカ人さん、ありがとうございます。石くん、ありがとう。そうだね、何が多かったかな、ツイート返信。早く寝ることとか遠足気分の人もいる。サイリウムの電池、新しいものに交換みんなしてね。サウナに行く、行った。滝行とか書いてる人いる。パンダの夢を見ること。あ、パンダっていう方だけか。寝る、早く寝る。でも早く寝たいよ本当は。でも絶対早く寝れないのよ。早く寝るって言ってもね、早く寝たらね、早く寝すぎたらむくむの、顔が。
やもう決めてる何時間。待って明日の何時だ、明日集合何時だ。まだ明日の予定は来ていません。あの何時でしょうか。何時でしょうか。明日の生誕祭見に行きます。よろしくです。ありがとう。ジジさんは寝ております。よさそう。ごきげんよう。こんばんは。お疲れ様にな。あ、明日ご上機で？わお。嘘。5時か。ありがとうございます。起きれますように。ここではあえて日本語で行くかって。普段は何語なんだろう。エディオンはね、そうだね、あの閉館時間が早いからさ、全体的にもね早いよね。でもさ、この前バスツアーあったじゃん。じゃけ、それで仲良くなった人たちも来るんじゃない？みんな。よしこ、ハートありがとう。谷口じじ。ご上機なら配信なんかしてる場合じゃないけん、さっさとね。ジジの一言。いや違うよ、私がご上機なわけじゃないよ。ファンの方がね、広島にあの来てくれるために朝早起きして来てくれる。あの私は逆に、でももし朝から朝5時起きだったら配信するかもね。
ね、ほんま全部食べちゃいそう。お疲れ様ひな。クッキーありがとう。こんばんは。で私は今日私はしたこととは、部屋のお掃除でした。やっぱり私なんかそのなんだろうね、どうしても生誕祭ってなったら心がこうさ乱れがちやんか、こうこうこうなるやん心が。だから一旦こう生活を整えて挑もうかなみたいなって思って、今日は玄関をもうゴシゴシ磨いたりとか水で流したりとかした。でもう全部掃除機かけて、んでいろいろしました。キッチンとか拭いたりとかして、ジジも爪切り連れてってすっきりして、そうで換気して全部、あとベッドメイキングもしたね。そしたらね、段ボールがね大量に出てきてね、まだ段ボールが出してないものとかもあってね、で出したんよ。そしたらもう段ボールが大量にね今積まれてる。インターホンの前、まあ、それも畳みたいね本当。ちょっと
まあこの後はちょっと明日何喋ろうかなって考える。あとまあダンスの確認、ダンス歌の確認して、うん、ごちそうさまでした、美味しかったです。ゆいちゃん、うん、ゆいちゃん、かわちいね。明日の生誕祭よろしくです、お願いします。これは半分ぐらい、明日の朝また飲む半分って感じ。てかなんか最近よくカッサで足をマッサージするんですよ。カッサっていうちょっとこういびつな形のなんかこう顔とかマッサージするやつがあるんやけど、それで足とかマッサージするんやけど、そしたらめっちゃ足がもう青たんだらけで、見えるかなこことか、ほらここ見える、ほらこちら青たん、こっちもかな、足の裏にも、足の裏、足の裏はせんかな、足の指こうやってちょっとやったりとかするけど、めっちゃ多いよね。でもこれまだ新入りだと思う。飲みました。あれ、じいちゃんさ、ちょっと爪見して、今なんか尖ってなかった？ん？これちょっと見して足、うん、ちょっと見して、ちょっと見してください、
そんなちょっとだったっけ切ってもらうんで、じいちゃん。そんなんすぐ生えてくるよ。こうやって引っかいて。まだ今のところはじいが爪かいてもまだまだいけてるんだけど、このソファーも10年間ずっとじいが毎日こうやって爪をかいたらさすがにダメになっちゃう気がする、このソファーもね。え、お願いだからカキカキしないでねえ。何やったん？ちょっと浅いね、じいちゃん、これ爪がね。ほら、痛いもん、まだ痛いもん、じいちゃん、これちゃんとこれ切ってもらったわ。ほんま？なんか先っちょちょっとしか切られてないじゃん。これは2週間持たんね。今日ね、坂上忍さんのテレビで黒猫の話をしてたの。もうそれがめっちゃジジイそっくりで、テレビに出てた黒猫が本当にジジイそっくりで、赤ちゃんの頃のね写真とかも出てたんだけど、なんか赤ちゃんの頃の写真もめちゃくちゃジジにそっくりで、うわジジだと思って、そう、そしたらね、なんかその猫ちゃんは死んじゃったのね。そうで、私サウナ入ってて、サウナで見とって、ともうね、もう涙が止まらんくて、私もうジジだと思って、でなんかこう体調がなんかご飯が食べれなくなっちゃったみたいな、で必死にこう注射器でこう水飲ませたりとか餌食べさせたりとかしてたのね。で、うん、そのお世話してる方もいて、坂上忍さんがこう指示出して、あの餌をこう食べさせてあげたりとかお世話してあげたりとかしてたんだけど、でなんかもう私もう本当にもうジジそっくりで、でジジもさ一回食べれなくなっちゃった時あったからさ、水とかも全然飲まなくなっちゃった時があって、あこんな感じだったと思って、あ餌も食べれんくて、いや水飲まんかったっけ、水飲まさんといけんけんさ、必死に、そう必死にこう口開けて注射器でこうやって飲ましちゃったよね。もうその時のもうジジがめっちゃ思い出してしまって、うわーと思って、もうすごい自分こうやって飼ってるさ猫ジジちゃんはさ、こうやってもう生きてることに感謝だなと思ったし、でももうほんま泣いたわけよ。めっちゃもうどんどん涙がポロ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 出てからさ、もう鼻水も止まらんくなったわけよ。そうで私はもうもう悲しいと思って、みんなが泣いてるかこう確認したわけ。でもみんな汗だくだから泣いてるのか涙なのか汗なのか全然分かんなくて、と思って、どっちみんなと思って、自分も泣いてるから視界がうるうるしてて、みんな本当にどっちなんだろうと思って、この悲しい気持ちは私だけなのかなと思ってたの。
そう。ゆりちゃんと思ったのね。でもこれはもうダメだと思って、ちょうど10分来たから出たわけよ。そう、出たわけで、私はもううるうるして泣いてるわけよね。でもさ、外の世界の人からしたらそんなテレビをしているのは知らないからさ、なんでこの子はサウナから出たらこんなに泣いているんだみたいな子になって、なんかもうすごいいろんな状況だったなんか夢から目が覚めたみたいな。でもすごい水風呂に入りながらすごい悲しくて、はあ悲しいと思って。そう、でもどうなんだろうねあのサウナでいた人たちはみんな泣いてたのか泣いてなかったのか分からなくてでも私はもう涙も鼻水も止まらなかった。もう本当に似てたんだよね。りーちゃんおいでよ、こっちこっちおいで。めっちゃ可愛かったよね。うんだからで こうやってこう元気なだけでこう感謝しなきゃと思ってね。おじいちゃん本当にめっちゃテレビ出とったよ、さっき。超そっくりだったんだよ、赤ちゃんの時のね。あの白目がない感じとか真っ黒だったじゃん。まあじいちゃんは尻尾がないからじいじゃないと思ったんだけど、もう本当にそっくりだったの。ね。元気でいてね。イサムさんありがとうございます。ガンツちゃんありがとう。そう、そんなことがあった。だから今日めっちゃ、そう、涙も出たし汗もめっちゃかいた。サウナと交互に入るとシンチンと一緒。そう、もともとめっちゃ汗かきなんだけどね、自分で汗ほんとかきたくないけど、自分でサウナの汗かきやすい体にしてるのもある。でもこれ以上かきたくないっていうのもある。都合のいい汗かきになりたい。サウナではめちゃくちゃ汗かくけど、ライブではかかない人になりたい。でもあれ見て泣かない人いないと思う。でも本当にもう声出して泣きそうになったから、もうこれダメだと思って出たんよ。で今日私ペットショップも行ったんだけどね、ペットショップで、ね、猫触れたんよ。でめっちゃ普通にいい猫だったんだけどさ、でもね毛がね硬くてね、あれジジちゃんの毛って柔らかいんやなと思った。ジジちゃんめっちゃ毛が柔らかいんですよ。めっちゃ高級猫みたいなあれなんだけど、ペットショップのね猫ちゃんもねいい猫なのにね、ちょっと毛が硬かったから、じいちゃんあれだなと思って。じいちゃん雑種だけど
いい気持ってんねと思ってね、じいちゃん。今日はおとなしかったですじゃなくて、今日は頑張ってくれましたって言われたペットショップの人に。浮気って、うん違うよ、触れたから触っただけ。で、まあ今日はあと何したかな。あ、水風呂、私さ最近ね、なんか最近ちょっと顔がなんかそのまあちょっと顔の肉が落ちたのもあるし、まあ多分ちょっと痩せたのもあるしむくみが取れてきてるのもあるし、でもなんか結構言われるんですよ、なんか顔がちっちゃくなったとか。でそれなんでだろうと思ったんだけど、私水風呂入った時その汗かいてこうなんか頭とかこうやってマッサージする、まずこうやってカッサとかでもサウナ入ってる時ずっとこうやってやっとって、あと回してこうやってこの辺も老廃物流してみたいな、で耳もこうやってぐるぐるするんだけど、で水風呂入った時に私そのこうやってじゃん、水風呂ねこうやって入ったとするじゃん、したらねこうやってやってね自分で小顔矯正してんので、なんでかっていうと、なんかその私小顔矯正結構前言ってたんだけど、なんかこう体の矯正みたいな言ってたんだけど、その時になんか大体こうやり方をねこうやってやってこうやってやってるのをなんとなくこう分かってて、で多分私サウナ入ってる時ってでも体全部あったかくなってるじゃん、骨ってあったかくなるんかな、でなんかこうやって触ってる時にこう自分のこう頬骨の位置とか分かるから、ここに沿った位置でちょっと口をちょっと半開きにして、いい感じのところまでこう骨をこうこう当てはめていくみたいなのをしてるんですよ。そうじわじわだよ、めっちゃやったらダメだからね。こう口ちょっと開けて閉じて開けて閉じてみたいな。そしたらやっぱ違うんだよね、ちょっとだからなのかなと思いながら、やってる私は。いやなんかそのよく言うじゃん、例えばなんかこう顔になんかする矯正グッズみたいなとかあるんや、なんかマジックテープでこうなんかやって押さえつけてこうやってやってみたいなのあるんだけどさ、マッサージとかもさ毎日やっぱすることが大事じゃん。鼻とかもさ細くなりたいと思ってこうやってさいろいろこうやってなんか鼻とか一番柔らかいけんさこうやって動かしてこうやってやってとか、ちょっとほんまに細くなったりするんよ、痩せたりとかしても細くなるし、だけどそういう感じでやっとる。うん、まあでも最近ほんまにめっちゃサウナ行く頻度もめっちゃ高いし、でもサウナ行っとる時はそのサウナに入っとるその時間だけはちゃんとマッサージしたりとか、ちょっとこう何肩甲骨の体操したりとかそういうのはしようって決めてるから、だからちょっと効果が出てきたっていうのもあるんかなみたいなって思って自分の中で。家では全然しないよ、うん、そうだよね、だからこの辺とかもマッサージ結構するからカッサで、だからちょっとこの辺がこの前さ出した時もちょっといい感じになったんかなって思ったり
明日も自信持ってステージに立てたらいいなと思ってます。生誕祭だから。うんねえじいちゃん、ねえじいちゃんね、かわちいね、頑張るね、まひなちゃん。よかった、じいちゃん。あとね、今日はね、髪の毛オイルつけた。いつもあんまり普通にシャンプーとリンスしかつけないんだけど、これこの前ね、徳島でもうずっとお世話になってるメイクさんがいるんだけど、そう、その方がね、誕生日にくれたの、この前あのバスツアーの時に。あ、あの方、渦の道とか一緒に歩いてた方をくれたの。このリファのロックトリートメントってやつをくれたの。これね、これね、マスカットの匂いするの。私の鼻がおかしくなければめっちゃいい匂いなの。あんまりいつもあのオイルとかあんまりつけたらなんかベトベトになっちゃうからつけないんだけど、ちょっとやっぱ髪の毛伸びてきたらさ、どうしても毛先が若干傷むっていうか、ちょっとパサつきやすくなるなと思って、今日持ってって使ったらよかった。やっぱ生誕祭だから気持ちが全然違うって感じです。マスカット、さっきからめっちゃやってる。マスカットみたいな、さっきも言ってた。って感じです。まあやれることやって明日を迎えようかなって感じ。あとはまあ明日風邪ひかんようにすることかな。明日はね、昼公演ということで、実際に来てくださる方も配信を見てくださる方もよろしくお願いします。あの実際に配信見てくれてる方はさ、リアタイでツイートしてほしいな、どんな感じなのか。私結構本番中もちょっと確認したりするんですよ。今日どんな感じで映ってるのかっていうの結構気になるっていうか、そう、それにじゃあ初めに気づいたら夜じゃなくて途中から後半とかもさ、改善できたりするか。まあ明日はそんな言わないかもしんないけど、リアタイだったりとかどんな感じで映ってるか見たいなって感じ。明日はね、楽しむことを第一にできたらなと思ってます。あ、夜公演もね、来てくれそういう方もいるんだね。はい、じゃあそんな感じで今日は
この辺で配信を終わりたいと思います。楽しもう。ちょっと生誕祭は長くなるかもしれないですね。先言うと分からないけど、自分でも分からない。自分でも分かんないけど、どうなるか分からない。明日にならないと。はい、よろしくお願いします。あー、そっか、仕事で。そうかそうか、ありがとう、来てくれて。もうそれだけで嬉しいです。はい、じゃあ明日皆さん楽しみにしておいてくださいね。忘れ物の確認してから寝て。うちわとかタオルとかたくさん持ってきてくれると嬉しいです。サイリウムも日直しを全開に来てくれるとありがてえです。はい、ということでじゃあランキング見たいと思います。梅ちゃんありがとう、ナミさんもありがとう。ランキング見ます。13位はビッグボスさん、12位はアシュリーさん、11位はジュンさん、9位はトクトク、ジュンさん、10位は青キジ、9位はトクトクトクトマルさん、8位はミッチー、7位はエジリン、6位はカープ好き石くん、5位は読売巨人軍さん、4位は大村さん、3位はナミさん、そして第2位はガントチャートさん。そして本日の第1位は、第1位はおしめのラミーさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。大丈夫、私読み落としたりしてない？大丈夫かいね。はい、ということで皆さん、今日も今週も1週間お疲れ様ひな。カンプリさんの、カンプリさんから会場でメモリアルチケットを販売してくださるみたいなので、そちらもぜひゲットしてくれると嬉しいです。うん、写真がいつの写真って感じなんだけどね。普通に でもこれは普通に STU 側が提示してるあれだから、写真だから。カンプリさんはいつもね、いろいろと STU48 に協力してくださって本当にありがたいですね。あ、明日広島来られる際はぜひカンプリさんの方にもポスターとかサインとかたくさん飾ってくださってるので、そちらもおたかつとして行ってくれると嬉しいです。あとはね、なんかお昼ご飯は丸見食堂で食べて、でナルトのたい焼き食べてって感じで、うん、カラブのつけ麺食べて、汁なし担々麺食べて、いいね。あ、土曜日か。ありがとう、教えてくれて、かおちゃん。確かに定休日っていうものがあるから、定休日調べていかなきゃ。
久しぶりに来てくださる方も一緒に楽しめたらなと思います。それでは2月16日金曜日、皆さん今日も一日お疲れ様ひな。また明日会いましょう。バイバーイ。ありがとう。おやすみ。